久しぶりに、セット、声がまだ治ってないけど、こうセットしてみました。あ、ヘアスタイルはね、あんまり上手じゃないんですけど、一応ね、よいしょ、よいしょ、もうすぐ蒸れたのよ。よいしょ、よいしょ。うちは、こんなんとか使ってるけど、あとは、よいしょ。こんなんも使ってます。あとは、アロマエッセンシャルだからね。あと、グリスリンも使うよ。そんなぐらいかな。猫っぽいのちょっと石油系の燃料入ってきた石油系のかゆってやつでしょ。かゆくならへん、あれはね。だからうちの場合は、ね、人によるからね、化粧品はね、あんな化粧品の一種なんで。でアロマもね、アロマエッセンシャルオイルを使ってなんか製品作ったら、それ化粧品業界の法律に、ね、乗っ取らなあかんから、その化粧品業じゃない、その化粧品をの化粧品屋さんでもね、その店舗じゃなくてね、ちゃんと衛生的な環境で作らないと法律に違反するからね。まあ、医者だけはね、その辺はちょっと許されてるはずよ。うん、だってその診察室一応ね、衛生的、まあ、診察室、まあ、薬局とかね、医者の医院についてるとことかね、衛生的でしょ、一応建前上は、ね、患者来るから衛生的かどうかっていうのはね、うち余裕はあるわな。だけどね、法律上はね、病院長が衛生的じゃないと患者なんかね、お招きできないでしょ。お招きじゃなく就活みたいな。ああ言っちゃったし、そこまで言った気がするな。というわけで、発展ワイヤーさんは、ね、ちょっと発展っぽいでしょ。発展ワイヤーっぽいでしょ。発展っぽくないけど、発展ワイヤーって言ってるじゃない。ね、もう邪魔なの、電話かかってるから、いやね、全部無視してるからね、大抵ね、あれ、あんまわって電話取らないのって思ってるかもしれないけど、大抵こんな素敵なね、動画撮影してる時にカキとかかってくるから、もうそう無視よ、そんなものね。でしょ、あなた方もするでしょ、そのこういう時に電話かかってきて、取る。ね、今セットしましたわ、おほほほってやってるのに電話が鳴ったからって出るわけないやんか。で、不思議なことにそういう時に限って電話かかってくるから、ハッキングされてんのかもしれんな。最低やな。分かった、あなた方が最低やってことね。今の証拠でしょ、ブーンブーン言ってた、いやらしい音がね。で、まあ結局こんなセットしても別に街にルンルン、大須とかにルンルン出かけるわけでもないけどね。もし出ても買い物、食材買いに行く程度なんですけどね。最近自粛してます。ずっと。面白いでしょ、その方が。実はネットで買い物しすぎちゃって、もう、連日配達があるし、時間指定してないの。悪いでしょ、そんな。もう、どうせ毎日なんてあるんだから。もうその配達の、ね、サービスセンターでもなんちゃろ、配達地点じゃあ間違ってどうやろ、配達所でいいか、分局、ね、配達分局ちょっとどうやろ。こここだわって仕方が言ってみんな思うでしょ。うちこだわんだけど知らんもんはしゃあない、ね、そこでもう込めるでしょ。プログラムかか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 たた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 ためっとめて封じ合うやったから、そういう恋と名字やったから、違うのか、どん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